D.D. ブリッジ・ウォーターは、アメリカ・テネシー州メンフィス出身のジャズ歌手、俳優。本名は、デニス・アイリーン・ギャレット。現在、国際連合食料農業機関の大使を務めている。出生名、デニス・アイリーン・ギャレットとして、テネシー州メンフィスで生まれ、ミシガン州フリントのカトリックの家庭で育った。父、マシュー・ギャレットが、ジャズトランペッターで、 マナサス高等学校の教師をしていたため、早くからジャズを歌い始めた。16歳の時、ミシガン州のクラブで、ロックリズムブルーストリオに歌手として参加した。18歳の時、ミシガン州立大学に進学し、その後イリノイ大学アーバナシャンペーン校で学んだ。1969年、自身のジャズバンドと共に、ソビエト連邦へツアー公演を行った。 翌年、トランペット奏者のセシルブリッジウォーターと出会い、結婚後ニューヨークに転居して彼女は、ホレス・シルバーのバンドで演奏した。1970年代初頭、彼女は、サド・ジョーンズ、メル・ルイス・ジャズ・オーケストラにリード・ボーカルとして加入した。これにより、ジャズでのキャリアをスタートさせ、ソニー・ロリンズ、ディジー・ガレスピー、デクスター・ゴードン、マックス・ローチ、 ローランド・カークといった著名なジャズミュージシャンと共演した。1973年、モントレージャズフェスティバルに出演した。1974年、1枚目のアルバム、アフロ・ブルーをリリースし、ブロードウェイミュージカル、ザ・ウィズに出演した。良い魔女グリンダ役を演じ、1975年、トニー賞女演女優賞を受賞し、1976年、ザ・ウィズはグラミー賞。 ミュージカル賞アルバム賞を受賞した。1990年、コンサートモロッコのラバトで行われた音楽講義に出演する、ハービー・ハンコックと D.D. ブリッジウォーターステージで立ち尽くして歌うスタイルの歌手が多い中、歌って踊る彼女のパフォーマンスはアメリカでなかなか受け入れられず、一時期はミュージカルに活動の主軸を移した。1984年のミュージカル、 ソフィスティケーテッドレディースで賛辞を受け、1986年にフランスへ移住した。同年、ミュージカルレディ・デイにビリー・ホリデー役で主演し、ローレンス・オリビエ賞にノミネートされ、レイ・チャールズが一曲参加したアルバムプレシャス・シングをレコーディングした。1980年代後期及び1990年代初頭、ミュージカル界からジャズ界に戻った。 1990年、イタリアのサンレモ音楽祭とスイスのモントルージャズフェスティバルで演奏し、4年後、長年尊敬し続けていたホレスシルバーと、ついにコラボレーションを果たし、アルバム、ラブピーストリビュートとホレスシルバーをリリースした。また、1996年には、サンフランシスコジャズフェスティバルに出演している。1997年、トリビュートアルバム、 ディア・エラが1998年グラミー賞、ジャズ・ボーカル・アルバム賞を受賞し、続く1998年のアルバム、ディア・エラ・ライブも、グラミー賞にノミネートされた。1998年、再度モントルージャズ・フェスティバルに出演した。2002年、クルトバイルの曲で構成されるアルバム、This is New クルトバイル・ソングブック。2005年、フランスのクラシック曲で構成されるアルバム。 フランスへのオマージュをリリースした。2007年のアルバム、レッドアースは、アフリカの影響を受けており、西アフリカのマリ共和国の多くのミュージシャンが参加した。2007年、再度サンフランシスコジャズフェスティバルに出演した。2007年12月8日、ワシントン DC のジョンカイ・ケネディセンターで、テレンス・ブランチャード・クインテットと共に演奏した。しばしばツアー公演を行い、 世界中でコンサートを行っている。2009年10月16日、上海 JZ ジャズフェスティバルのオープニングに出演し、エラ・フィッツ・ジェラルドに関連する曲のほか、デューク・エディントンなどジャズのスタンダードを演奏した。バーブレコードから多数のアルバムを発表し、1990年代以降において、ダイアン・リーブス、カサンドラ・ウィルソン、ダイアナ・クラールらと共に、 最も成功したジャズ歌手の一人と考えられている。最初の夫である、トランペット奏者、セシル・ブリッジ・ウォーターとの間に、長女、二度目の夫との間に、次女、現在の夫との間に長男がいる。次女のチャイナ・モーゼスも、フランスや米国を中心に活躍する、ジャズ歌手である。ありがとうございます。